アントニオ恋の木の朝から十字固め。はい、おはようございます。お元気ですか？アントニオ恋の木です。はい、今週もよろしくお願いします。村木彩香です。はい、まあ緊急事態宣言延長中ということで、はい、まあ特になんかこう緊張感もなく、はい、いいのかなっていうような状況ですけど、はい、まあでも現実実際問題なんか感染者の人数減ってるってことでね、ちょっと嬉しいんですけども、はい、ただちょっと気をつけなければいけないのが、うん、変異種、もう恋の木の知り合い早速いまして、はい、あ、そうなんですか。どこの方なのって聞いたのに、はい、本人は分からないっていう、そこまでは言われてないって言ったんだけど、今ニュースで見るとイギリス、南アフリカ、ブラジル、インド、ここまではあったよね。そうですね。さらにベトナムっていうのが増えて、あ、そうなんですね。なんかこの各国、うん、なんだいろいろあんのかこれって、日本型とかもなんか出てきてほしくないしさ、なんかオリンピック前にしてこんな各国のなんか変異種のね、なんか国のあ やだよね、なんかそんなのね。なので本当にこうオリンピックも決行するっぽいからね、あの本当にもう安全第一で言ってほしいんですけどもね、はい、はいはいはい。まあそのこのラジオ局も、はい、そうですね、はい、対策はしてるということでね、はい、こちらですね、はい、トレイルフレッシュの使用ってことで、まあ、あと入り口に検温と、はい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 、私たちもさっきしましたね、アルコール消毒、スタッフのマスク着用などなど、はい、まあそうですね、交通機関とかいろいろ皆さん対策を変わりなくしているということで、いや今日もピッてあのおでこにあったじゃない、はい、やりました。36度3分って出たんですけども、はい、ちょうどたまたま一緒に、そうそうそう、はい、ね、下で会って、はい、で彩香が入るときにピッてやったら33度何分だった最初。めちゃめちゃなんかこう銃向けられてるみたいな、うち、ね、うん、ずっと小猪木さんにやられてましたけど、うん、全然低すぎて、低すぎて、でだんだんあの34度南部35度南部って上がってきて35度4部で止まってたね。はい、まあ、それでも低いよちょっと。普段ど何度なの？いや普段ちゃんと体温計測ると6度はありますね。大体6度ぐらいだ。6.34 ぐらいですね。あ、そうなんだね。でもあれも本当に前も小猪木33度南部で、はい、どっかのデパートかお店か忘れたけど、どうぞお入りくださいって言われ、いいのかいこんなんでっていう時がありましたけどね。ちょっと逆に心配になりますよね。そうそうそう、低すぎて大丈夫かみたいなね、うん、まあまあ低いに越したことないっていうわけですけどね。はい、はい、じゃあ早速、はい、まあ、この番組はですね、提供チャーシュー専門店チャーシュー力で、はいはい、お送りしたいと思いますので、どうぞ今週月もか、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まあということで、はい、この1ヶ月何してた、まあ、最近これ恒例になってきたね、1ヶ月大きいになってからね、はい、ずっと、はい、そうですね、まあ、自分の中の進捗で言えばトレーニングを始めました。ほうほうほう。特に別にあのなんかこうダイエットとかそういうわけじゃないんですけど、はい、まあ、こう気分転換も兼ねてちょっとだけ絞ろうかな。なんかね、あの、はい、もともとサッカーでこう、はい、選手としてドイツとか行ってて、ね、はい、引退されてからはちょっと何怠ってるっていうか一安心っていうか、ね、運動そんなにしてないって言ってたんじゃない。そうですね、ここ本当になんかコロナの前までは、うん、それこそジム行ってちゃんとやっ久々にやろうと思ってやったんですけど、コロナになって1年ぶりぐらいですね、はい、ちゃんとこうトレーニングし始めたのはって感じですけど、別にそう今までも体重の変化は特になく、はい、ただ脂肪に変わってるよってぐらいで、はい、そうなんだ。でこういうの気も、うん、行ってるジムが1ヶ月この緊急事態で、はいはい、そうなんですね、閉館になってて、うん、でこの間行ったらまたちょっと食事を、はい、ほら減量してから1ヶ月間はもうまた食事元に戻して、はい、でもう一回、食事減らそうと思って炭水化物夜だけを抜いてやってたら、体重がはい、それこそ3月の時は60キロあったのが、はい、減量撮影の時まで56キロまで戻してこの間測ったら57キロ台、うんうん、58キロに近い57キロ台だったから、ああそんなにまだやばいぞっていうのはなかったなっていうので安心しましたけど、はい、はい、まあ今夜はそんな状況ですね、はい、はい、であと、うん、まあまあベストボディジャパンプロレスとか、はい、ピンクドラゴンっていう東松島の、被災地ですよね、そこでの大会が開催されて行ってきました、はい、でまたちょっと恋の木がねその前に体調壊しちゃって、あらそう、はい、やばい、何度この疲労感みたいな、なんか立ち上がれなくて、いわゆる五月病ってやつみたいな、なんかやる気なくなるっていうでしょ、はい、やる気っていうか、あとちょっとだるくて、うん、これ病院行った方がいいのかなと思ったぐらい、でも
なんて言うんだろう、家族は一緒に過ごして体調全然乱してないし、はい、あと会ってる仲間たちも全然こう元気ピンピンそうだったので、うん、まあコロナではないなと、あと抗体も持ってるし、うん、まあわかんない、でもこのさっき言ったね、あの変異種、うん、違う方になったら可能性はあるわけだから、でももうちょっとまあとりあえず本当に大会まで体調悪くなったら当日でもいいからもう言おうと思って、正直にね、うん、あのちょっと体調が良くないですっていうか、うん、あの発熱しますとかわかんないけど、そうなった場合ね、でもあの戻ったので、翌日には、はい、なので強行出場して、はい、まあ、その後もみんな特に何もなかったみたいだから、はい、安心だなっていうのを、はい、まあ、頑張ってきましたね。で被災地も行って、その会場はもう震災前、うん、震災後、あの東松島ね、うん、宮城県の、はい、津波の跡がここまであったんですよ、これ跡見えるでしょ、うん、みたいないう話も現地の人から聞いてたんだけど、この間見たらその後ももう消えてて、あ、もうあれから確かに10年経ってるから復興も徐々にこうしゃれてきたんだなっていう安心感はあった大会でしたね、はいはいはい、非常に盛り上がりました、盛り上がったっていうか、まあ、もちろんこうソーシャルディスタンスと思って、はい、ね、っていう感じでしたよね。あと、このラジオの前の日に、はい、あるなんて言うんだろう番組で、トーク番組 と、あとなんだ過去の写真をちょっと紹介してくださって、はい、それも探して、うん、で、歌を覚えてきてくださいって言って、尾崎豊さんのマイリトルラバー、恋の木は尾崎さんあんまり正直聞いてなかったから、その番組ではもうよく聞いてますみたいな言っちゃってたけど、実はもうそれでもう急遽言われて覚えて、なんでこの曲しな選曲しなくちゃいけないんだろうって聞いたら、はい、小力が本当は出るはずだったんだけど、小力はなんか出れなくなって、はい、恋の木代打で言ってくださいで音楽これ歌いますって言われて、当たり前のように、いやいやいやって言われて、それでずーっと覚えたりとかして、もう大変で、で普段歌が好きで歌えてればいいんだけど、そんなに歌得意じゃないから、まあ嫌だったね、恥ずかしくて帰りたいみたいな思って、はい、はい、まあそれも無事に昨日終えて、はい、はい、ところです。まあそんな今月でしたね、はい、はい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 、まあ早速音楽紹介したいと思いますけども、はい、いい、なんかこんなテンポにいっちゃって、はい、はい、今回は今回はちょっとね、クラシックを紹介したいなと思って、はい、なんでクラシックかっていうと、なんかね、子供に今いろんな曲を聴かせてるのね、なんか童謡から、はい、昭和歌謡曲から、うん、あと何プロレスのテーマ、はい、あのうちいっぱいあるから、やっぱりなんかそういうのが好きになってみたいなと、あとテレビでかかってる音楽を結構覚えるから、はい、それを、あ、この CD あったかもってかけると、あ、この曲聞いたことあるみたいな反応するから、それを MD にまとめて、今更ながら、お、子供これセレクション作っておいて、はいはい、それを入れたんだけど、クラシックを、はい、例えば赤ちゃんが聴くクラシックっていう CD があったり、うん、あとオルゴールがあったりするから、うん、あ、こういうのもいいかもなというので、クラシックって大人になるともうたるいから耳に入んないけど子供の頃からこういうの植え付けておけば、はい、養われるかなと、感性がと思って、ちょっと今回はい、クラシックいいかもと思って、はい、まあ名曲ばっかりですけども、はい、紹介したいと思います。はい、で、クラシックなので、はい、古きこのいろんな方々が演奏されてるんですけども、はい、今この画面でもいつ毎回紹介してるんだけど、ジャケット写真と演奏楽団が今回異なりますけども、はい、まあそこのところはちょっとご了承していただいて、はい、聞いてもらいたいなと思います。はい、まずはですね、なんだこれ、ジョアリーノ・ロッシーニ。はい、知ってる？ロッシーニ。ちょっと存じ上げる。歌劇ウィリアム・テル序曲、うん、はい、演奏はチェロ・ナショナル交響楽団、まあまあ演奏はいいんだけども、はい、聞けばわかると思う。俺たちひょうきん族とか、もう昭和の人たちはもうこれ聞いたらひょうきん族思い出すんじゃないかなっていう、まあ絶対聞いたことあると思うから、これを聞いてもらいたいと思います。はい、はい、ロッシーニのウィリアム・テル、あ、歌劇ウィリアム・テル序曲どうぞ。
明日健康診断だからあんま食えないんだよな。そうなんだ。はい、サソリね。中性脂肪かな。また肉体改造するかな。聞いてる？ん？あ、うまいよ。はい、ぶっちゃがため。おお、まあ、いっか。迷わず並べ、食べればわかるさ。うまさに夢中。はい、はい、ということで、チャーシュー劇、はい、美味しそうでしたね。美味しそうです、ね、すごく、はい、はい、じゃあお願いします。はい、こちらですね、トリコアズリ FM インターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局になっております。 azupan@azzurrinc.com ですね。懸命に番組を記入の上メールをお願いします。こちら会費1万円で1年間有効です。じゃあですね、番組応援の会としまして会員募集しております。特定生放送見学、こちら抽選です。応援する番組 MC とのイベント、生放送中テレビ電話、こちらも抽選になっております。こちらですね、ツイッターもやっておりますので、そうですね、検索も、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、ちょっと ここ最近もうちょっと、もう1週間ぐらい前になっちゃうか分かんないけども、はい、テニスの、はい、大坂なおみ選手すごい頑張ってるじゃないですか。はい、で、ちょっと結果残せなくて残念だったんですけども、なんかうつ病を公開されたと、はい、公表されたというので、何やら何記者会見拒否、これ見ました？ニュースで見ました。あのその場面はあれですけど、後からちょっとこう話題になってたじゃないですか。はいはいはい、これについてちょっとね、こういうのすっごい思ったことがあって、はい、まあ分かんない人に説明すると、要は記者会見を、テニス終わってから記者会見を拒否すると罰金があって、で、ね、しかも、はい、次の出場もなんか4大大会の出場停止処分が下される可能性も、ね、はい、で、許される、記者会見許される場合は本当にもうどうしようもない怪我だったりとか、うん、もう本当担架で運ばれるような状況の時は、会見を拒否して、だからまあそれに相当するような、はい、ことがあったら会見は拒否してもいいんですけども、まあ、基本は絶対出席というふうに言われてるという大会だったんですけども、はい、それを断って、うん、もう次の大会も出なくて、もう罰金も払うみたいな、うん、はあ、先制したぐらいまでなんかツイッターに書いてたっていうね、はい、あれだったんですけども、まあ、なんかありますか、この元アスリート女子として。そうですね、まあなんかそのご本人の、はい、まあ、その罰金だったりその停止処分もう覚悟の上でこうしてるっていうところで言うと、まあなんかこう本当に個人的は多分まあこうね、メンタル的なこともやっぱアスリートみんなね、あそこまでのし上がるっていうのはあると思うんで、まああれがこういいかって言われたらちょっと悩ましい時もありますけど、でもそれでこう競技人生犠牲にするぐらいだったら、まあ、別に解決できることがあるんだったらいいんじゃないかなとは個人的に、そこの周りが、ね、こういやいやいやあまり言うことではないのかなって思いましたけど、いや、どうですかね、恋の木的には、はい、こんなのルールぶじゃぶっちまえっていうのがあって、個人的な意見、はい、これもで、ワイドショー見ててもどうですかって街の人にインタビューしても、やっぱりね、あのうつ病でね、そこまでストレス抱えちゃうんだったらいいんじゃない、それだってある意味もうほら体のなんかこう、ほら担架で運ばれるとか、あれ外傷ではないけども、やっぱりこうダメージを負ってるわけですからっていうのと、あとはもう一個、
それはもうルールなんだから、それを分かっての出場なんだからやんなくちゃダメでしょっていう意見もあったんですよ。なのでもし出席して、いやもう今日はもう残念です、コメントはもう何もありませんみたいないうのでもいいから出ればいいんじゃないの。まあ もしかしたら何かこう範囲は何ですかとか、なんかいろいろあるかもしれないけど、はい、なんでこのぶち破っちまいって思ったのかっていうと、はい、人って本当に喋るのが得意な人、苦手な人いるじゃないですか、アスリートなんか特に、はいはい、なのでそれによって自分が左右されちゃうぐらいバランスが整わなくなるんだったら、だったら本当プロレスはよくあるんですよ、あの喋れないレスラーマネージャーをつけて、おいこの男がなお前らをやっつけてやるみたいな、はい、弁の立つマネージャーがついてこうやってくれるんですけども、はいはい、スター性があるんだけどプロレスが不器用なレスラーにもマネージャーがついたりとかして、なんかそういうのがアシストして勝利に導いたりとか、はい、なんか 悪役だったらそういうね悪の方向で競技アシストしたりとかいうのがあるんですよ。なのでまあ、それができるんだったらそういうねあのコーチとか、はいはい、あの喋らせたりともいいだろうし、うん、もしかそれができないんだったらもう本当にこういう選手もいるんだっていう旗を振って革命を起こしていいんじゃないかなとちょっと思いました。で過去にも、はい、モハメド・アリがボクシングで、はいはい、ちょうどその頃は昭和っていうか昭和じゃ分かんないけど1900まあまあだからその戦後ですよ、70年代くらいかな前半か、はい、そこ60年代後半かちょっと分かんないけども67年ですね、67年、はい、徴兵っていうあの要は戦争に行きなさいっていう、はいはい、ベトナム戦争は70年代かやっぱいうのがあって、モハメド・アリはやっぱりアスリートとしてやっぱり戦力になるから、はい、あなたも行きなさいっていう命令が来ました国から、はい、でもなんで俺がなんか恨みつらみもないベトナム人と戦争しなくちゃいけないんだっつって拒否したんですよ、はい、したらボクシング協会から、うん、お前それボクサーかアメリカを代表するボクサーなのかっつってボクシングライセンスとチャンピオンベルト剥奪されて、でも俺は変わらないよ、そうされたって俺は戦争まず反対だよ、何がいけないんだよこれどんつって突っぱねて出場停止、でもまあ結局帰ってくることになって、でもそれの発言は今見つめ直されて、やっぱりこのなんか栄誉を称えられたんですね確かマハメドアリはね。あとは女子プロレス界でブル中野さんが、はい、女子プロレスは選手女子レスラーのその今後の人生も考えて25歳定年ってのがあったんですよ。でもまあ要するにあの結婚を考えなさいよと、はい、出産もあるし女性の人生を大事にしなさいっていう会社側の思いやりだったんだけども、でも私はこんだけプロレスに人生をね費やしてんだから、なんで引退させられなくちゃいけないんだ。まずデビル雅美さんが引退してアメリカに渡ったんですよね、はい、で渡ってきてまた新団体旗揚げに参加して活躍されてたんですけど、ブル中野さんは女子その引退制度のある全日本女子プロレスで いながらそれをまたぶち破って、いや私は現役頑張るっていうので、まあその頃やっぱり先輩レスラーたちの訴えもそういうのあったからなのかもしれないけども、それをまたぶち破って定年制度がなくなったっていうね、そういうのがあったんで、やっぱりこの選手として喋りが苦手だったらば、ちょっとこの大坂なおみさんの発言を機になんか見つめ直していいんじゃないかなっていう、これはもうあくまでも恋の木の個人的意見ですね、はいと思いました、はい、新しいねなんか、はい、と思います、発起人じゃないですけど、あ、うん、まあそうな形としてだったらまあいろいろこう変わることも、ね、いやいい風に出るか打たれるけど、うん、なんかもうやっぱこんだけの影響力ある人がやっぱり旗振っていかないと、うん、やっぱ変わんないと思うから、これ世界を変えてほしいなと思います、うん、これ全世界にいると思うんだよね、喋れない、うん、苦手、人前に出るのが嫌、はあ、でもスポーツはしてたい、そうですね、はあ、そういうの本当に才能を生かして、はいはい、やってほしいなと、喋る人はもうどんどん前に出て喋ればいいんだからそうですね、はい、と思います、はい、息なし、はい、はい、ありがとうございます。まあちょっとこれあくまでも恋の木の個人的な意見なので、はいはいはい、まああくまでもうルールがあるんだったらそれは乗ってね、うん、本当は準ずるのが一番ですけどね、はい、これはもうちょっと革命を起こしてほしいですね、はい、はい、じゃあ次の曲紹介したいと思います、はい、これもクラシックですね、ジョル・ジョージュ・ビゼ、カルメン組曲序曲、はい、これは読売日本交響楽団がねあれですけども、頑張れベアーズっていう映画の、イメージソングですね。あとは今 TBS の番宣の時でも流れてる、はい、これも聞いたことある曲だと思いますので、はい、はい、どうぞお聴きください。ビゼで、カルメン組曲序曲どうぞ。
はい、ということで、スタジオには1人、はい、ゲストが登場してました、はい、ゲストに決まったのがなんと何3分前ぐらい、そうですね、どうする出るみたいな感じ、はい、でだったんですけども、まずじゃあ自己紹介をお願いします、はい、私はあの朝のアズリモーニング水曜日と、はい、第一水曜日のザ・ネクストチャプターで MC を担当しております天満春日です、よろしくお願いします、はい、お願いします。2回目だねこの番組で本当ですね、はあはあ、嬉しいです、こんなもう恋の木のごときの番組でいやいやいや、はあ、本当に嬉しいですよ。でなんで今日来てもらったかっていうと、はい、なんか今度ほら台読巡りしようよみたいな、はい、そうですね、話をしてて、今日特に6月ってテーマそんなにねえなと思った時にそうだ恋の木の過去に今まで行ってきた台トークを紹介したいなというコーナーだから、はい、こうどう台東区、台東区ってどんなイメージですか。私の台東区のイメージはですね、はい、あの古い町といいますか、はい、江戸を感じさせるような雰囲気を、浅草とかね、そうですそうです、そんな感じなんですよね、はいはい、でまあなんで台東区かというと、この鳥越あずり FM のスタジオが台東区内にあるから、うん、ちょっとこう台東区を、うん、まあ見てる人たちは全国なんですけども、はい、はい、まあ、いわゆる浅草上野って言ったらもう誰でもがもう大体わかるじゃないですか。そうですね。そこの中心とした街っていうのもね、あの分かってもらえればなと思っております。はい、で、あの彩子はどうですか？台東区。浅草寺。浅草寺、はいはい。昔でも浅草寺のこと浅草寺って読んじゃってなかった。なんか言ってました。いや。言ってないか。それはないですね。あ、そう。だって浅草寺って書いて浅草寺なんだよ。なんでこれ読み方違うのみたいな。いやでも難しいですよね、そうそうそう、浅草って、いや日本語がもうそもそも難しいですけど、そうなんほんとそう。で鳥越神社も、うん、ね、鳥越っていう町なんだけど鳥越神社なんだよね、神社の名前になると越、濁点使わないらしい、うん、なんでなんですかね、なんでだろうね、ややこしいですよね、まあ、そんなこんなで、じゃあ早速写真だって、はいはい、写真を、はい、行ってみたいなと、はい、もう時間がないんでね、もうあのいろいろ探して、はい、なんだろう、もう紹介しきれないんじゃないかっていうぐらい楽しみ、はい、じゃあお願いします、写真、はい、これどこだか分かりますか、早速、これはお二人稲荷神社みたいな、稲荷神社なのかな、稲荷ではないかな、神社あそこですね、どこですかこれどこよ、え、天馬ちゃんどこよこれ、え、鳥越神社、正解よかった、分かんねえとか言ったら、いやそこそこ見えてる窓からみたいな、危ない、すげえ、ドキドキしてんじゃないよそれ、焦った、いやこれ平田くんとかもいてほしかったんだろうな、はい、で、次行きましょうかね、これは、こっから撮った、これスタジオから見える写真で、これ秋口撮りました、綺麗なこのイチョウの葉っぱでね、はい、はい、ですね、はい、次お願いします、でこれが、ちょっと先を歩いてた蔵前、はい、蔵前という町はなんとおもちゃの町で、それこそなんかそういう、ひな人形、ひな人形、ひな人形、まあまあなくもないだろうけど、なんていうの、これテレビゲームとかそんなんじゃなくて、はい、もう本当にコマとか羽子板とかなんかそういう古いおはじきとか、そうそうそう、ね、そういうのが売ってる、お店が多いんですね。で次お願いします。これ飛ばしてください。はい、これ後でまた紹介しますから。一見よくわかんないです、ね。わ、はい、かんないね。これ次行くよ。はい。おお。いやいや、何年ですか。何年ですか。そうそうそう、これ。これも見ての通り蔵前神社、本当だ、はい、神社が多いんですよ、うん、この神社のお寺がね、これちょっと小さい感じの蔵前神社でしたね、なんだけども、鳥越神社にはちょっとちっちゃいんですけども、はい、まあ、蔵前っていうね、この相撲の町でもあったのかな昔は、はいはい、だからここはお米の神社なんですね、はい、だからあの要するに相撲業界ではギャラのことをお米って言うんだけど、うん、要するに強いものがお米をもらえるという時代で、ここの神社でも相撲みたいなのが行われてたというね、はい、じゃあ次お願いします、これ蔵前公園って言いまして、でさっき言った蔵前公園の横にあるのがさっきの茶色いビル、お願いします、あ、これですね、はい、これちょっとずっとそう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 、なんでこれでなの、はい、これが正常ん、じゃあ何だっけ、あの水をこう何、ああなんですか、水のやつですね、そう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 、なんかそういうところで、はい、なんだ、処理場もともとここは蔵前国技館があった場所です、それこそ相撲やプロレスのメッカですよね、はいはいはい、いわゆるで、なくなっちゃって、要するに両国国技館に移って、うん、蔵前が、ね、まあいわゆる老朽化も含めてこうなくなってしまったと、ただこういうのはプロレスファンとして、うん、いやー蔵前国技館行きたかったなっていうのはちょっと自分の人生の中で行けなかったことが、行ってみたかったです、うん、
ていうところですね、はい、で今浄水場になっているということですね。変わっちゃすごい変わりぶりですね。なんかそうなんですよ。だからこれはやっぱりここは写真撮っておこうと思って、はいはいはい、で本当は写真で蔵前橋とかも、はい、隅田川が流れてる橋も撮れたんですけど、はい、ちょっと写真見つからずということで。なるほど、はいはい、じゃあ次お願いします。何ですかね次は。はい、ポンポンって言ってください。ポンポンポン、はい、これ次ね、これこれ、わこれはなお店の名前忘れたんだけど、ちょっとごめんなさい、はい、メモするの忘れちゃったんだけど、蔵前にあるアスリート食堂っていうのがあって、これあの綾香連れてったんですよ。そう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 、サラダとかのサラダを中心とした、うん、そうそう、こうタンパク質も取れてプロテイン系メニューっていうことですかね。ダイエットにも効く。この辺の解説はちょっと綾香の方が詳しいかなと思います。何ですか何ですか、ちょっと教えていただいても。プロテイン系メニューって高タンパクっていうか、そうですね、タンパクとか、あとサラダプレートみたいのもそうそうそうあって、こう何種類か選べるような。あ、選べるんですか。ランチの時間に、そうランチタイムで行って、はい、でその時ももう去年だったので、もうソーシャルディスタンスとかもあったんだけど、うん、テラスのねちょっと外の席にして、はい、おしゃれなんですね、はい、これ隅田川が見えながら、はい、はい、お食事をしたというところですね、はい、これはおすすめです。はい、あの健康気に使う人、アスリートの人はおすすめです。はい、次お願いします。これはねどこだっけな、やべえ覚えてないな。おっと、何ですか、ね、蔵前のど、あこれ蔵前神社だ、これの、これ、本堂ですね。なんか、はい、蔵前神社でしたね。で次お願いします。でこれはサンドイッチ屋さん、ちょっとお散歩したら美味しそうなサンドイッチ売ってんじゃんと思って、はい、中、はい、お願いします。次こんなのが売ってました。これもちょっと食べ歩きながらね、歩きたいなっていうので、はい、こういう時もやっぱりお腹いっぱいだったのにちょっと買って食べちゃいましたね、はい、この時また出直したいなと。はい、で次お願いします。蔵前から抜け出せられないけど、はい、これもこれはお好み焼きと、お肉ですかね、これステーキですね、うん、これも蔵前のボン花火っていう店かな、ボン花火、はい、っていうところでお好み焼きをやってるというね、ここも美味しかったですね。レセプションパーティーに呼ばれて、でその隣のお店がバーでして、うん、はい、次お願いします。フルーツカクテルが、はい、これですね。うわ、おしゃれ、はい、これは桃のお酒です。いろんなお酒があって、ここもちょっと、うん、まあこれはもうコロナの前に行ったお店ですけども、うん、はい、すごく素敵な感じでしたね。はい、次お願いします。なんでしょうね、次は。あ、なんかあれですね。どうフルーツ。テンマちゃん、面白い。え、面白いですよ。こんなって言ったらあれだけど、体調組みに怒られちゃった。いや、逆にその、あんまりお酒とか飲まないとか、飲みに行けないので、こういうの出てて嬉しい、はい、なんか飲みたいなと思いましたね。あ、来ましたね。これはわかりますか、お二人。雷門ですか。ディスカじゃないんだ、雷門。もう、これはもう、外国人も必ず写真撮ってくというね、雷門です。いや、ちなみに夜の雰囲気もいいでしょ。綺麗ですね。はい、で、次、お願いします。これが昼間の。うん、はい、まあまあ人混みも違いますよね、うん、はいはいはい、じゃあ次お願いします。これが五重の塔、その戦争時代にある五重の塔、これも夜夕方行くとこんな素敵な、いや、はい、江戸感出ますね。江戸感って、そうなんだ。はい、次お願いします。でちょっと本堂行く前に、戦争時の裏にあるこういう小川があるんですよ、戦争時には。でこういうところでちょっと癒される、前、うん、あの何、マイナスイオンを浴びるというかね、うん、感じるというか、あゆがいそうですね。浅草寺は知ってた、こういうのあるって。いや全然知らなかったです。あやかは東京生まれですけど、知らない、知らないでしょ。はい、次お願いします。こんなのあるんですね。はい、で こうね、鯉も泳いでると。鯉がたくさん、はい、で鯉をゲットし合いみたいな。鯉をゲットして。すいません、こんなダジャレで。いや、はい、まあ、捕まえちゃダメよ、このこの声は捕まえちゃダメだけども、自分たちの人生の、はい、ね、将来の恋人を、ね、そうですね、捕まえられたら、まあ、特に浅草寺は恋愛の神様ではないんですけども、うん、はいはいはい、うん、まあそんなこともまあ神頼みでいいんじゃないかなというね。はい、じゃあ次お願いします。はい、これが浅草寺、はい、ちょっと違う角度から見た、多分ね、これは夏祭りですかね、お正月とかこういう出店がすごい出てるんですよ、やっぱりお祭りにはやっぱ力を入れてまして、うん、浅草寺もね、人が賑わってるっていうね。はい、次お願いします。美味しそう。まあ、これも浅草では有名な場面というか、なんだ、仁王像とかも立ってるとこかな、これはね。これをくぐってさっきの本堂に、あ、仲見世出たところのとこですね。仲見世なんてあるんですね。仲見世もまた商店街で、これは写真撮ってないけども、はい、はい、仲見世もおしゃれなとこです。
そうか、仲見世を知らないのはババローですね。雷門から浅草寺につながっている仲見世という商店街があって、賑やかですよ、とっても。行ってみたいですね。はい、じゃあ次お願いします。はい、これはさっき言った五重塔とその浅草寺のこの門の、そうですね。こんな風景で見えますよと。はい、次お願いします。次は何ですかね。動画ですか。うちらは名物になります、はい、これは、三越じゃなくて松屋、松屋かな、松屋って書いてますよね、はい、浅草の駅です、東武浅草の駅、これも多分おそらく古き建物なんじゃないかなっていう恋の国の勝手な予想ですけども、でちょっと奥に歩いていくと、はい、お願いします。こう東武、何レトロです、ね、浅草線、浅草線、はい、うん、東武浅草線って言わないか、東映浅草線、東映浅草線じゃない、これ東武だから東武鉄道です。がこう電車が見えて、まああの電車好きな子供がいるお子さんたちは、まあ恋の木の息子も電車大好きなんでここ連れてったりとかして、はい、ました。で次、これがスカイツリーが見えるこの新たな橋が出来上がったんですよ。隣は何区だ、スカイツリーは葛飾区なのか、どこだっけ、押しなんじゃらですね、押し上げ、押し上げ、墨田区か、あそう墨田区になるんですけども、新たに橋ができて、これちょっと橋のとこになんか字見えない、恋人の聖地ですね、そうなんですよさすが女子ここ恋、はい、恋人の聖地って書いてます、だからここで記念写真を撮るカップルやご夫婦が、はい、多いというのでね、ぜひパートナーいたらお二人、いないんですよね、いないっていう公言しちゃった、まあでもそういうところも、みんなで写真撮ったりねしてくれるといいなと。で次、はい、これは隅田川ですね、いわゆるね、で何の橋かちょっと忘れたんだけども、まあずっと船が出てて、うん、はい、こうやって船に乗って観光もできると、はい、すごくいいです、屋形船ですね、はい、で次お願いします。はい、これもスカイツリーから見える、うん、はい、これ橋渡ったとこからもしかしたら隅田区内になっちゃうかもしれないけども、うん、まあ下は東武の特急、あ、特急、ね、特急が走ります。これで日光の方とかもまあずっと行けるので、鬼怒川温泉とかね。なので、はい、ぜひぜひ浅草からこうゆっくり行くの、なんかね、うん、ジェットコースターが降りてくんじゃないかっていうぐらいゆっくり、浅草の出発の時は遅い。で、あと、いや、そのままずっとじゃないよ。あ、いや、これ普通でも早くないみたいな。歩いた方がいいなと思って。ある程度まっすぐになったらもうかっ飛ばしてくれるというね。あ、なるほど。はい、次お願いします。これも隅田川ですね。隅田公園から見た景色ですね。広いですね。はい、次。次は何ですかね。はい、これは浅草寺のおみくじです。今日。そうなんですよ。で、次お願いします。はい、これは大吉ですけど、大吉出るのは実は難しくて浅草寺では。そうですね。で、もう一回戻ってください。うん、ほとんど今日なんですかね、じゃあ。そうなんですよ。。なので、恋の木的には、何？今日だったよっていう人本当に多いよね。で、いや今日が出るってことは浅草寺では普通のことだから、うん、こう可もなく不可もない今までと通常通りの人生遅れますよというふうに教えてるんですよね。教えてるっていうか別に恋の木はあれじゃないんだけども、そういう考えにしてます。なのでそれぐらい今日 60% は今日が出ます。浅草寺は。嫌でしょ。でもそれだけの出る確率ってことは普通ってことだから、うん、ね、50% じゃない、普通だから 60% だから、より多いわけだから特別と、そうそう、いつもと変わらない、ああそうなんだ、変わ現状維持なんだなと思ってくれる場合、うん、ただあるかどうか分かんないんだけど、前にね大凶ってのがあったんですよ。大凶、それが残ってるかどうかが未だに不明というので、これはぜひ大凶目指して、逆に大凶出してやる、よっしゃっていうのをやってみたいと思います。はい、悲しすぎる。で、次行きましょうか。はい、これはまあこれもだいぶ前ですけども十何年前かな、東根神社、うん、浅草東根神社っていうのがあって、うん、知らなかったでしょ、はい、まあこれは一時のイベントで作られた神社なので、うん、特にずっと祀られてるわけではございません、はい、で次お願いします。東根神社、東根神社です。戦う、東根って言ったらやっぱりこの人ですよ。出ました、はい、猪木さんと出会った、はい、時なんですけども、ゴング、あ、もう終わりってこと？あ、ゴング鳴らしてくれたってこと、終了かと思った。せっかくいい話しようと思ったのに、はい、
で、まあ、猪木さんの話をすると、はい、要はここで初めて小猪木が、猪木さん、アントニオ小猪木として初めて猪木さんと出会った場所でありまして、猪木さん、この時早速マイクを渡してきました。うん、あ、猪木さん、俺のこと知ってる、普通だったら素人にマイクを渡さないね。うん、それで、ああ、じゃあせっかくなんで、アントニオ猪木さんのモノマネしてる、アントニオ小猪木と申します。せっかくなんで、猪木さんのモノマネしますと。で、猪木さんのモノマネをやりました。はい、ちょっと時間ないから端折るんですけども、はい、そこで、あ、猪木さんはじめまして、猪木さんにマイクお返ししますって言ったら、せっかくだからなんかモノマネやってくれ。いやいや、今やったんですけど、今。何なんだこれ。猪木さんの、もう猪木さん天然キャラなので、もう早速この真横で猪木さんの天然を浴びれたというちょっと幸せな。面白い。だからこのエピソードはやっぱりね、どこ行っても外さないので、いい、あの、お土産をっていうか思い出をくれましたね。はい、猪木さんありがとうございます、本当にありがとうございます。はい、まあ、ということでちょっと時間が来てしまったので今日はここまでにしたいと思いますけども、はい、あとちょっとバーッと回せる写真、またこれは今度にしよう。これはあの、こういうのも、浅草でのイベントのとかだったりもうどんどん回しちゃってください。すごい、腹筋ありますね、すごく。え、腹筋がすごいですね。どこどこどこ。あ、あの小猪木さんの腹筋具合が、あ、これあの餅つき、浅草らしい、ほら餅つき大会とかいろんなことをやって、はい、もうこういうね、バカげたボンバッチン攻撃とかね、こういうお笑いをやってます。これはあの東洋館、もうボン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 行きます。はい、これトークショーとか、まあいろいろとこう浅草でもこういうのが活動しているというね。まあそんな、これ忍者、忍者ですよ、やりたい、忍者対アントニオ・コイノキという謎のなんかイベントがあって、プロレス忍者、はあ、こうね、新年のやっぱりお笑いの聖地ですから、まあそういうので活躍しているという、痛そう、はあ、そうですね、はい、こんなんですね。あ、これはもう花見ですね。まあこれはもう上野なんで、また次回お話したいと、はいはい、思っております。うん、はい、ですね。ということでどうでしたか？なんかもう盛りだくさんすぎて、もうすごいなんか、はい、一言じゃ表しきれないんですけど、はい、あのお腹いっぱいです。はい、あ、ありがとうございます。はい、え、まあそうですね。東京出身ですけど、はい、それこそ、ね、意外と東京だから行かないもんね。はい、そうですね、うん。言われないと行かない場所。はい、なので鳥越から蔵前、そして浅草まで行ったというね、うん、また次回はしごをね、はい、お知らせしていきたいなと。今度上野御徒町、はい、あとは湯島とか、うん、谷中、心谷中も紹介したいところなんで、うん、はい、ぜひぜひお楽しみしていただければと思います。はい、ではちょっと時間ないので早速音楽いきたいと思います。はい、クラシック特集ということで、ヒヒャルド・ワグナー、ワルキューレの気候です。ロシア国立交響楽団の演奏ということで、これ地獄の目次録の映画、それから、ガマカツの CM、 それから藤原義明組長の入場テーマ、プロレスラーのね、などなどで使われているということなので、聞いたことあると思います。じゃあぜひお楽しみください。どうぞ。ワグナーの
我綺麗の気候でしたけど、うん、知ってましたか？はい、知ってました。はい、はい、あ、よかったよかった。あやか聞いたことある。多いんだよ。この子がね、本当に音楽聞かないから。なんかちょっとクラシック聞かないんですか？全然聞かないですね。いや、クラシック以外でも聞かないから。あんまり、本当にそうですね。多分ね、恋の木の世代も違うっていうのもあるけども。はい。まあ、それにしても多分聞いてないと思います。はい、ということでエンディングいきたいと思います。はい、はい、なんか告知ある人。はい、はい、どうぞ。いいですか？じゃあこういうの来たら。6月28日、ベストボディジャパンプロレス。その翌日6月29日、西口プロレス。どちらも新宿フェイスで開催しますので、ぜひ応援よろしくお願いします。あと、さっき話した、はい、YouTube 上がってるんですけども、はい、秋葉 TV チャンネル、コンバットガールズシャープ7。これに、恋の木ゲストで出演しております。はい、あとは、今期、この6月から3年目となるボクサーパンツ、マッドの、イメージキャラクター、モデルを務めておりますので、引き続き、はい、はい、よろしくお願いいたします。ということですけども、大丈夫かな？気持ちは大丈夫、はい、はい、あとね、あ、そう、6月18日にお知らせもあったんですよ。何ですか？はい、6月18日は、なんと、はい、彩香誕生日ということで、 ありがとうございます。今月誕生日、うーんと、もう、昨日、おととい気づきまして、はい、恋の木が、プレゼント買ってきました。え、おっと、まさかの。はい。何ですか？あ、ちょっと、すみません。あ、すみません。なんか、なんかすみません。いただきました。はい。はい。中身は？すっごい迷って。はい。中身は、どうする？開けてみる？あ、開けてみたらどうですか？ぜひ。まだ時間あります？はい、時間あります？はい。気になりますので。何だと思いますか？パンツとかですかね。あの、メンズ、ボクサーパンツ、男物の。あ、でもレディースもあるから、あ、それでもよかったね。今もアスリート女子なんですね。そうですよね。確かに。あ、それもいいな。宣伝だったね、ここだってね。あ、何？あ、ラコステ。これはハンドクリームですか？はい、部屋、洗い流さないヘアトリートメント。はい。出したら大丈夫ですね。本当にね、ランニングシューズ、運動不足だって言ってたから、うん、じゃあ、恋の木の好きな水野のシューズがいいかなと思って、開けようかなと思ったんだけど、恋の木、8時に配信も今やってて、はい、その女性陣からアドバイスもらって、いや、化粧水がいいと思います、化粧品がいいと思います、みたいな、なって、じゃあ何がいい、何がいいって、いろんなアドバイスもらって、うん、いや、今の時期はもう女子必須なのが日焼け止め。あ、確かに。であと髪の毛も焼けるんですよ。だからそれもいいと思いますよ。とかいろんな、じゃあ俺のジョギングシューズがどうなんだよ。なって、もうそんなのも多分ね、アスリートの子は持ってると思う。あ、きっと。でも新しいの欲しいですけどね、ジョギングシューズ。あれば嬉しいですね。うん、で、それでいろいろ店員さんと今度、ほら、はい、あのご近所だったんですよ、その店員さんが。で、行ったら移転していなくて、はい、その紹介されて、人もいなくなっちゃって、そしたらあの私でよかったらって言ってくれて、で、どうな方なんですかって言うから、うん、まあ、サッカーやってっていうのと、うん、あとは最近、髪をちょっと伸ばし始めてる。言ったら、あ、はい、多分ね、女子的な悩みは髪の毛をこう中途半端な時こそまとまらないから、これおすすめですと。で、あの日焼けのケアにもなるし、はい、髪のそのこそトリートメントにもいいから、はいはい、ちょっとおすすめかもしれませんって言って、あといろいろ匂いを嗅いで、はい、これ男女で違うと思うけども、うん、恋の木が一番ミルキーに感じたやつかな、これ確か、はい、ちょっと匂いを嗅いでもらえたらなと。気になる、爽やか、ミルキーってことは甘いのかな、どんな感じですか？うん、いいですか？甘めの。大丈夫か、それ感じる？いや、感じます。感じました。逆に感じないですか？違う、これを。今ここ。あ、全然感じました。感じた。はい。なんかシャボンみたいな。シャボンのようで。どう匂い的にダメだったら俺、ママに、うちのママにあげちゃうから。でも、基本的に、はい、でも自分で買うとき、柑橘系が多いんですけど、だから、新しい挑戦。大丈夫、はい、本当に大丈夫、匂いって強烈にもう無理みたいなのもあるし、苦手な匂いじゃないで、はい、で柑橘系も今この時期すごく多かったんだけども、はい、これはなんだろう、やっぱり持ってるんじゃないかなっていう予想と、ただこれはまあ個人的に恋の毛をママに買っちゃったっていうのあります。嬉しいです、嬉しい。まあでもちょっと、はい、自分で選択しない方なんで。ああ、逆、なんかあるじゃない、選択しないからこそいらないのか、うん、欲しいのかっていうね、難しいところですけども、はい、はい、いや羨ましいです、ありがとうございます。おめでとうございます。ちなみにおいくつになったんですか？
29になります。あ、言っちゃっていいんだね。言っちゃっていいんだ、ね、女性ってなんか難しいんだ、ね、おめでとうございます、本当に29歳、はいはいはい、まあそんなこんなで、はい、はい、お誕生日おめでとうございます。ぜひ使ってください。ありがとうございます、はい。ということで、番組もそろそろ終了ですけども、はい、もうちょっと時間がないので、はい、ダーはちょっと今回やめてそのまま CM 行きましょうかね。はい、はい、ということで以上、アントニオ猪木の朝から、十字固めということで、はい、どうもありがとうございました。ダー、明日健康診断だからあんま食えないんだよな。そうなんだ。はい、サソリね。中性脂肪かな。また肉体改造するかな。似てる？あ、うまいよ。はい、ぶっちゃ固め。おお、まいっか。迷わず並べ、食べればわかるさ。うまさに夢中。